はいどうもこんにちは、翔平です。皆さん、バー油シャンプーってご存知でしょうか？こちら、馬の油と書いてバー油です。読んで字のごとく馬の油が入ってるシャンプーでございます。こちら僕がアシスタント1年目の時に、僕が頭皮弱いっていうのを知ってたお客様、まあ視聴者さんが僕にプレゼントでくれたシャンプーで、ずっとね使おうと思って、引っ越しする時にね、すごいもうタンスの裏側から出てきて、あのやっとの思いで今日は紹介していきたいと思います。まずバー油成分が入ったシャンプー、どういう効果があるかっていうのを説明していきたいと思います。僕もちょっとある程度調べてきたんですけど、バー油が優れてる一つとして、不飽和脂肪酸という、人に必要な成分がたくさん含まれてるそうです。まあ動物性の油なので、我々の体の油に近いものですね。まぁ、ちょっと表現の仕方はホホバウルと似てるかもしれないんですけど、その頭皮に必要な潤いだとか、乾燥によるフケとか、かゆみの肌トラブルなどを防いでくれたりとか、髪の毛の発育を正常に保ち、抜け毛を予防して健康な状態に保つ。やけど、肌荒れ、切り傷、アトピー、ニキビ、痔などの治療薬として食用油として使われてきたそうなんですけど、ウィキで見るとなんか医薬品のような効能効果は認められてないそうです、一応。でもう一つね、このフラワーズのあのホホバオイルのシャンプーの効果にちょっと似てる部分がありました。バー油シャンプーは頭皮の必要な皮脂、ワックスエステルですねを、残して、悪い油汚れだけを洗い流してくれるそうです。だからちょっと効能的にホホバオイルと似てますよね。フラワーズシャンプーのセットであるアルカンオイル、あれが、動物性のホホバの動物性みたいな感じのオイルなので、それにちょっと似てるかもしれないですね。でまあメリットは、頭皮にいい成分だったり、髪の毛にねツヤが出たりとか、泡立ちもいいそうですね。でデメリットとしては、1頭の馬から少ししか取れない貴重な油を使ってるため、価格が高い。市販のシャンプーよりベタつきやすいという特徴があるそうです。やっぱ馬の油ってちょっとそういう効果があるのかもしれないですね。保存料使ってないから早めに使い切ること、使用期限とか書いてないんで、まあ今日は使っちゃいます。はい。僕とか肌弱かったりとか、あとは頭皮に傷ついてる人とかは、そっからちょっと染みたりとか、かゆみにつながったりする可能性もあるらしいので、ちょっと使用する場合は注意した方がいいみたいです。まあでも実際使ってみないとわからないので、今日は早速これから、お風呂場に行って使ってみたいと思います。いつも通り上乱になるので、見たくない方はここでご視聴ストップしてください。はい、それじゃあ早速シャンプーしていきたいと思います。まずシャンプー使う前に軽くお湯でワックスとかを洗い落としたいと思います。シャンプーの仕方に関しましては、以前剥げないためのシャンプーの方法をアップしましたので、よかったらこちらの方を見てみてください。それでは早速使っていきたいと思います。恒例の匂いフェチ香りチェックタイムでございます。バー油だからね。あ、でそう、ちなみに主成分が、防水解明活性剤だと、バー油の成分が少ししか入ってないみたいなんで、普通のシャンプーと変わらないそうです。これはね、解明活性剤入ってないので、大丈夫だと思います。無臭かな？とろみがすごいですね。あ、なんかでもシャンプー剤って香り、特に香りしないですね。このフラワーズのシャンプーも香りつけないと本当にシャンプー剤そのものの香りがするんですけど、それよりも香りしないかな。わかんない、これもしかしたら使用期限が過ぎてるせいか泡立たないかもしれないですけど、ワックスついてるせいなのかわかんないですけど、そんなね泡立たない感じ。ちょっとでもフラワーズシャンプーのふわっとした泡感にすごく似てますね。ちょっと念のためツーシャンしてみます。なのですね、すごいサラサラ、なんか若干確かに重くなってる感じあるかもしれないんですけど、僕普通のシャンプーはめっちゃきしむんですけど、これすごいですね。ちょっともう一回シャンプーします。泡立ちのもっちり感がちょっとフラワーズに似てる、不思議ですね。洗い流してもう一回レビューしていきたいと思います。はい、ということでシャンプーしてきました。このバー油シャンプー、結果から言うとかなりいいです。はい。めちゃめちゃ僕は予想以上に良かったですね。
まず僕の髪ブリーチも、毎度おなじみ、まあ、3、4回毛先はやってて、大体のシャンプー使った後は結構ゴワつく、まあ手ぐしでこう直せば通るようになるんですけど、大体ゴワつくんですけど、このバーユシャンプーはね、すごい通り良かったですね。なんか市販のシャンプーみたいに変にコーティングするものがあるのかなと思って、それ変にサラサラになったりするものが市販のやつ多いんですけど、成分見てもね、やっぱり、バーユだったり、ホホバ油、ホホバオイルだったり、それは結構上の方に成分が来てまして、比率では多い方ですね。なのでそのバーユとホホバオイルの効果で、かなりサラサラになったんじゃないかなと思いますね。泡立ちに関しては正直どうなんだろうなっていう感じ、あんまり僕的にはそんなにいいなっていう感じはしなかったんですけど、ただ仕上がりがねめちゃめちゃいいちょっと正直フラワーズに匹敵するぐらい僕はすごい今サラサラ感を実感しております。バーユで髪が重たくなるって書かれてあったりもしたんですけど、まあ僕の場合すごいもともとパサついてたんで逆に良かったかなって思いますね。黒髪の人が使ったらどうなるかちょっと正直わからないんですけど、僕はねすごくこれ気に入っちゃいましたね。頭皮も別に痒くなることは特になかったですね。まあちょっとこれはもう何年も前のシャンプーなので、正直本当にその製品と同じスペックかっていう聞かれたらわからないんですけど、でもすごく僕はまあいいんじゃないかなと思いました。ちなみにねこれ弱酸性無着色なので、まあ、やっぱバーユだからねすごく高いのではないんじゃないかな。いただき物なんでね値段がちょっとわからないんで、ね、あれですけど、僕はねちょっと気に入っちゃいましたね。ちょっと使い続けてみて改めてね、まあ、Twitter とかでレビューというか感想をツイートしようかなと思います。まあ、僕が所属してるサロンがねあのシャンプーは出してますけど、けどやっぱりねあの普通にいいものはいいって伝えたいし、悪いものは悪いってこうはっきりね言いたいので、なのでねあのバーユシャンプーすごく良かったです。アマトラの次に感動がありましたね。ぜひレビューしてほしいシャンプーありましたら、この、シャンプー系 YouTuber の私にぜひお任せください。コメントにも書いてね。この動画参考になったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。